で今からねお尻を触っていきますで頭からねこう神経が出ててお尻の疲れを、まあ腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうこと多いんですね。なのでしっかり緩めていきます、まあ、動画見てたら知ってると思うんですが私がわざわざ説明するってことは痛いよってことですから頑張ってくださいね。で股関節がこう上がってきてるっていうのはだいぶねこのお尻がねだいぶ硬いってことなんですね。はい、じゃあこれがね、その股関節がだるくなったりとかする時の原因になるってやつですね。こいつ、ここは。ですね、まだね。うん。そんな感じがします。うん。痛くて震える。痛くて震える。名言いただきました。震える。うん。痛いよね。でこいつがね溜まっちゃうとねやっぱり股関節の痛さになってくるんですよ。でまあ左足左の方がきつかったって言ってるんだけども、うん、右でもかばってたりとかするのでやっぱこいつなのね、うん、そこそこそこ、はい、じゃあ行きます。ここわーこれこっち側上で横向いて休みましょうか。横向き。はい。
で、お尻の筋肉というのはここからここまでくっついてるんですね。なのでここをしっかり刺激してあげるとかなり骨盤に効いてくれます。で、私がわざわざ説明してるってことなんですね。痛い痛いよってことですね。